のクラブと試合するわけ。あ、してます、はい。もう絶対負けんなみたいな。あ、もう魂だ。結局僕最後レギュラーで試合出てないっす。おばんおばんおばんざいおばんざいバン。おばんざーい。バンドリュウジです。さあ本日はバン対談ということで特別なゲストを呼んでおります。この方です。どうも、はじめまして。サガン鳥栖のパク・イルギュです。今日はよろしくお願いします。パク・イルギュ選手です。よろしくお願いします。まあ、パギとは、そうね、FC 琉球で、これは一緒にプレーをしまして。ということで、今日はですね、まあ、パギのこのサッカー人生、このちっちゃい時代からいろいろ聞いていきたいということですけど。もともと出身は埼玉。埼玉の大宮です、ね。さあ、大宮、はい、だから。そこで、じゃあまあ、サッカーを始めたと。そうですね、小学校3年、4年生ですね、ちゃんと始めたの。4年生、はい、え、4年生、ちょっと遅めか。そうですね、だいぶ遅かったですね。てか、バスケット僕やってて、まあ、もともと。そういうこと。お父さん、お母さんが、うん、もうその在日の中だと、バスケット結構有名な方だったんですよ、うん。だから役員とかやられてたんで、よくそこについて行ってバスケットやってたんですけども、うん、まあひょんなことから、うん、小学生の時に部活をこう決める日があったんですけども、うんうんうん、その時にもうバスケットやる気満々で、うん、なんか用紙に入部希望にバスケットで書こうとした時に、うん、友達が、うん、パギお前サッカーやるでしょみたいな、ここでバスケットって書いたらこの子たちと縁が切れてしまうんじゃないかっていう、その子供ながらに、うん、それが怖くて、うん、気づいたらサッカーって書いてサッカー部入ってました。そういうことね、はい。それでまあ小学校4年生から、うん、じゃあサッカーに、それはもう少年団に入ったってこと？学校の部活ですね、うん、その時は。ああ、学校の部活って大宮？大宮です。大宮小学校、埼玉朝鮮学校っていうのがあったんで、もうその小学校から朝鮮学校やったの？あ、もう僕は小中高大と16年間ずっと朝鮮の学校。小学校の学校の部活ってどれぐらいの頻度であるの？月曜日と木曜日以外はやってましたね。え、結構やん。あ、結構だ、しっかりやってました。週 5？ はい。在日の中じゃかなり強かったんですよ、その埼玉っていうのが。ずっともう昔から名門の学校で、在日のその全国大会とかも優勝するのがもうなんか当たり前みたいな。小学校の？小学校の、はい。まあ、僕の年も優勝させてもらいましたし、小学校。あ、小学校で、はいはい。へー。だからもうすごいっすよ。多分小学生なんで5時ぐらいまで練習してました。そうなんや、はい。ポジションどこやったの？もうすぐキーパーを始めたんですけども。あ、そうなの。一日なんか体験入部みたいなのさせてもらった時に、うん、小学校3年生の時に、うん、最後シュート練習やってて、うん、キーパーの人もそんな背大きくない人だったんですけど、うんうん、シュートバチバチ止めてて、うん、なんかシューターよりキーパーに目がいっちゃって、うん、もしかしたらちょっとバスケってやってて、ボールを手で触るっていうのに慣れてたのかもしれないと思うんですけども、うん、やっとなんかキーパーの人かっこいいなってなって、4年生上がった時に監督に自分で自分ナンバーして、あ、そうなの、キーパーしてくださいって。ほー。もうそっからはずっとキーパーで。もうキーパーっすね。もう一瞬でハマっちゃいましたね。バチコーンってこう最初止めた時にすごい褒められたのが嬉しくて、うん、例えばその朝鮮学校の試合があります、はい、でもそれ以外にその日本のそのクラブとか試合するわけ。あ、しますね。もう絶対負けんなみたいな。あ、もうめちゃくちゃありますやっぱりその時は、あ、その通り。やっぱ二十何年前って今よりももっとなんかこうあったもんね。そうです、まだやっぱりね、なんかその対抗意識みたいなのね、うんうんうん、すごかったです。で、技術ではやっぱりもう圧倒的に勝てないんですよ。日本の人ってやっぱ上手いじゃないですか。あ、そうかな。いや、なんか俺でも朝鮮学校でめっちゃ上手い感じがあるけど、ね、関西の人はちょっと上手いかもしれない、うん、そうやろ。いや、関西のね、朝鮮学校の子たちね、みんなテクニックあんのよね。関東はどちらかテクニックっていうか、もう魂だね本当に僕、小学生の時なんですけど、まあ、普通に、うん、10キロとか走らされてましたからね、監督に。えげつないですけど、もう。で、まあ、小学校は優勝もしました、はい。で、中学校はそのままじゃあ、上がるってこと？はい、学校上がったんですけども、その時に、なんか、やっぱり日本の学校と当たった時に、うん、やっぱり化け物っているじゃないですか、その地域、うん、地域に、うんうんうん。やった時にもう、手も足も出なくて、うん、めちゃくちゃ悔しくて、このまま多分在日の学校でやってても上手くならないんだろうなっていうのを思って、うん、中学はクラブチーム行かせてもらいました。あ、僕はなんかちょっと多分もう、うん、
プロ目指したいなってちょっとずつやっぱ少しずつ気持ちが芽生えてきてるんですけども、どうしたらこう良くなるのかなっていうのがその時の自分の頭ではもう日本のチーム飛び込んで日本の選手たちとやるしかないっていう。それってやっぱりその昔二十何年前やったらやっぱりその中学校はそのまま朝鮮学校でやるのがまあ当たり前、うん、でそこから日本のクラブチームに行くのはなんてことだみたいな、そうそれでちょっとあったの、うん、学校的にも、うん、いや行くなよみたいな、そんなところみたいな、なるほどっていうやっぱ目はあったんで、幸いのことに僕の年は3人ぐらいクラブチーム行ったんで、上手い選手たちが、だからなんかそこまで同級生とかに言われることはなかったんですけど、でもやっぱり先生とかからすると、いや行くなよみたいな、まあせやな、今までのなんかいろんなね歴史もあったりとかもするから。そのクラブチームはじゃあ大宮のところのクラブチームですか？そうです、ハン FC っていうところなんですけど、ハン FC ってその韓国っぽい感じで、そうです、あの監督がすぐその韓国の人で在日だったんですよ、たまたま。そういうこと。でも選手たちは全然別の、もういろいろ全然もう日本人、で強いっていうのもあって、で、一応俺小学校の時言ってもそんな上手くなかったんで、プレー将棋で言っても多分落ちちゃうんですよ。一応つながりがあったんで在日だから、なんか取ってあげるよみたいな感じだったんですよ。だからそこでお願いして入れてもらったって感じですよ。って感じたのは、中学校でやってたら、結局序列が上がってったら、年が上がってったら、そのままなんかこう試合に出れるイメージだったんですけども、日本のクラブに行くと、下からもこう入ってきて、上手い選手が入ってくると、A チームの方に上がっていくじゃないですか。なるほど、なるほど。それで、ちゃんとやらないと、3年生になったからって出れるわけじゃないんだなっていうのは、すごく感じました。へぇー。入って、どれぐらいで、まあ、試合出たりとか、レギュラーになったりとかっていう感じなの？結局、僕最後、レギュラーで試合出てないっす。そういうこと、はい、めちゃくちゃ悔しかったし、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。1年生の時はまあまあ出られなかったけど、はい、まあ、2年、3年だったらやっぱりそのもう、まあ、キーパーでずっとやってたわけで、はい、どうライバルがいたってこと？下の子に取られました。1個下？1個下。またいいキーパーだったんですよ、確かに。そこはしっかり勝ちに徹してて、しっかり外されました。あれはきつかったですね、正直言って。じゃあちょっとまあ、挫折というか。いやもう相当きつかったですね。思春期じゃないですか。中学生せやな。でなんか一応こう学校でもこうクラブチームの話されるんで、今度大会あるんでしょう、もちろん出るんだよねみたいな感じだけど、そうやな、出ないの分かってるから、その質問されるのも嫌でしたし、なんかすごい恥ずかしい、落胆もしましたし、そうやな、どうしたらいいのかなっていう。プロも目指してるけど、まあもうこんなんじゃプロになるどころじゃないなみたいな。いやもうそう本当に。でそのままじゃあもう落胆を迎えたまま高校に行ったわけや。で高校行く時も一応ハンもなんかクラブチームいろんな高校とのつながりがあるんで、なんかこう日本の高校行けるよっていう話はもらったんですよ、監督さんから全然話つけれるからっていう話もらったんですけども、その時にちょうど東京朝鮮高校の方からも話をもらって、なんか東京朝鮮高校は来て一緒にやってほしい。なるほどなるほどなるほど。やっぱり在日少ない中で、一応多分在日の中じゃまだ自分が、上手な方だったので、ぜひ来てほしいっていう話で、結構悩んだんですけども、やっぱ試合出れなかったのが相当悔しくて、まあ、ちょっと安泰な選択肢でもありましたけど、もう呼ばれてる方に行った方が、そうね、確実にこう使ってもらえてる可能性が高いんじゃないかなと思って、そっちの東京朝鮮高校の方に進学したんです。で、入ってどうやる、で入って、1年生のレベルがすごく高くて、これはいいところに来たな。で、しかも、やっぱ呼んでもらったんで、1年生からこう A チームのずっと絡ましてもらってたんで、このレベルでやれれば、ちょっとずつなんか自分も上手くなっていくんじゃないのかなと思って、結局、上に2公演も1公演もいいキーパーがいて、結局1年生と2年生、試合は出れなかったんですけども、3年生ってはしっかり自分の代で試合出させてもらってやったんですけども、結果があんまり伴わなくて、1公演2公演が強すぎて、1公演2公演がすごいいいところまで行って、僕の年はこうシード権で大体2回戦かとか、いろんなところでやらせてもらうんですけども、物の見事に全部1回戦で負けるんですよ。なるほど。じゃあそのままもう大学、そうですね、大学もその朝鮮大学に結局行ったんですけども、でその当時関東2部っていう大学リーグの2部に上がったんですよね、チームが。だから、他の難しい日本の大学行くよりも2部っていう舞台で試合出れれば、それも十分経験になるから、より出やすくて、カテゴリーが高いところってなったら、やっぱり一番良かったのが朝鮮大学だったんで、その時の
4年間すごく充実してましたね、うん、でそこでもう一気にこうあプロになれるかもとかチャレンジできるんじゃないのかなっていう自信がつきました、ね、その大学で、キーパーコーチみたいなのは、はい、いました。会いたいんや、はい、その方が日本の方なんですよ。おお、そうなの、はい、そんなことあんの。あるんですよ。だからこれがなんかまたすごくて、うん、普通ありえないんですよ、うん、で野口さんっていう方なんですけど、うん、まあ、この方はまあ僕の一人目の恩師なんですけど、はい、東京都のサッカー協会からこう派遣されるような形で、いろんなこう学校でキーパーコーチやってるんですけど、なんかのつながりで朝鮮大学を来てくれるようになってから、日本の方なんですけども、今もまだもう十何年もこうやられてるんですけども、僕ちょっと覚えてないんですけども、野口コーチに結構なんか失礼なこと僕言ってたみたいで、それこそ今バンさんが言ったように、日本の方がキーパーコーチするなんてありえるのって なるほど自分もなんかその時なってて、なんか在日の血というか韓国の血とかそういう朝鮮血がやっぱ入ってるから、その時もなんで日本人に教えられなきゃダメなのみたいなことをなんか俺言ってたみたいな。なるほどなるほどなるほど。今俺って何を言ってんだって思うんですけど、なんかまあ それぐらい多分その日本の方が朝鮮大学の校内に入ってきて何か教えるっていうのがありえなかったことなんで、なるほどね、ちょっとなんか俺は受け入れるのに時間がかかってたみたいです。俺はもう今なんともそんなことあったんだって思うんですけども、うん、その時はなんかそれぐらいなんか尖ってたみたいな、へえ、その方との出会いはすごく大きかったですね。じゃあその大学の4年間で結構まあキーパーの基礎じゃないけど結構みっちりと教えてもらった。そうですね、もう基礎しかやらなかったんですけど、もうやっぱり基礎だよって、すべてキャッチング、うん、なるほど、セービング、うん、でも当たり前のことはまず当たり前にできるようにしようっていうところと、あったのが人間性のところすごく言われました、うん、言い方考えなさいって。なるほどなるほどなるほど。その言い方で誰がお前のことリスペクトするんだとか、そういうところのパーソナルのところをすごくこう指導されましたね。なんか応援される選手になりなさいっていうのは常々言われてました。人間教育ってことか。そうですね、やっぱり、うん、そこがすごく良かったですね。J3 になったというか、そこではもうプロ契約ってなったってこと？いやこれがまだ無給です。これはまだ、まだ無給です。サッカーってこんなにつまんないものだったっけな。お父さんもお母さんも、その一言がなかったら多分今までまだサッカー続けられてないんで。そうやな、ま